皆さんお待ちかね、いっぱい落とした。はい、早い。誰テレビのとこにゴーヤが来てましたね。あの背中のボツボツはゴーヤ、コオロギ育ってきてますからね。結構いいサイズ、ちょうど子ガエルの、今の子ガエルに一番いいサイズかな。食べた、おー食べた。左の子が勝った。歌舞伎、歌舞伎、はい、あら、お、すごいすごい、お、すごいすごい、バトルだよ。はい、歌舞伎、あ、歌舞伎の頭に食べさせてあげたら体大きいね。歌舞伎、お、食べた、おりこ、おりこ、歌舞伎食べた、おりこ、おりこ、歌舞伎、なんか脱皮し始めとる子がおるよ、手前で、間が悪いな。脱皮中はご飯食べれません。うね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 やって、まあ5分10分で終わるんでね、脱皮はね。ちょっと待ってあげましょうかね。ちゃんとみんなのもあるでね。歌舞伎食べた。おお、ポコだな今の。今体に落ちた子ポコですね、おそらく。そのね、緑でお腹ポコポコしてて、目がね大きくて黒い子ポコちゃん。だいぶね見分けれるようになってきました。ポコちゃん、おっきいの。ポコ、これこれ。歌舞伎と仲いいやんた。歌舞伎に攻撃したか。今ポコの真ん前にねコオロギ落としました。ちょっとポコのね真ん前のコオロギね、今ね多分ね。ポコもう一回落としてあるで、食べな。おお、歌舞伎が食べた。さすがにポコ怒るかもな。今年の1月に、ね、天国に行ったね、プクちゃんにね顔がそっくりなんでね、ポコと名付けました。左の子ね、一番左、目が真っ黒な子。集まってきたよ。ほらね、集まってきたんでね、いっぱい落としてみましょうか。皆さんお待ちかね、いっぱい落とした。これで結構みんながね平等に食べれるんじゃないでしょうか。あ、ポコの前に来て怒っとる子、俺誰、この子も体大きい子だな。あ、背中に模様がちょっと出てる子だな。カエル色のねコンバースが飾ってあります。この部屋にはカエルたちのねお家です。靴まで変える色。もう一回いっぱいいきますよ。ほい、歌舞伎食べ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 た。一気に落ちてくるんで脳がバグるんでしょうね。遠くの方でね大人たちの水槽から泣き声が聞こえてきます。グエッグエッって。
ワルジがね、ぐいぐいお尻から入り込んで、すごいことになっとる。あ、モグラの悲鳴が。潰されるよーつって。あ、潰されとるー。あ、モグラ強い。コタロを弾き飛ばした。さあ、テレビ台の上になんか置物みたいに、ね、なってる子もいますが。もう一回パラパラ落としていくよ、みんな。食べなよ。食べなさい、食べなさい。喧嘩戦でもあるだよね、みんなね。食べたる？石像みたいになってる子食べた？テレビ台に乗ってくれとるあの可愛らしい子。全体が見える位置、ここですかね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。あ、奥に、一番ちっちゃい、体のちっちゃい子一番奥にいますね。テレビのなんか石像みたいになってる子のところに持ってってあげましょうか。食べなさい。あ、ちょっとそこ難しいわ。ごめんな。ピンセットで持っていくの難しいわ。もう一回チャレンジ。ほい。ダメか。もうお腹いっぱいかな。もうお腹いっぱい、みんな。さあ、またなんか石像みたいになってくれた子がいるんで、入れていきましょうか。お腹いっぱい？あ、もう食べんな。あとは大人たちのとこ入れるようだったらいいの。歌舞伎の頭に乗っとるよ。あ、歌舞伎はまだ食べたいんだな。お、棚の子も食べてますね。あ、テレビ台の子移動しちゃった。食べたな。歌舞伎ちゃん、ほいほいほい。あら、うん、歌舞伎食べた。さあ、もうあとで、さあ全部入れます。カルシウムの粉はね、あとですぐに拭きますのでね。ちょっと体がね、イガイガしたりする可能性あるんでね、このね、粉。直接的な害はね、ないんですよ。餌にね、まぶして食べさせるんで。ただ体につくとイガイガするんでね。豆太郎とかはね、もう嫌がるんでね、すぐ洗ってましたけど、今水バッとかけるとね、コオロギ弱っちゃうんですよね。ちょっと、もうちょっとコオロギ食べきってから。もう歌舞伎はごちそうさまかな。さあ、最後に手持ちでね、カエルたち全体をちょっと見て、撮影を終えましょうか。テレビ台のとこに乗ってくれとる子ありがとう。和室のね、テイスト出てますね。掛け軸。お利口でしたね、あんたね。ぷくぷくのポコポコで模様が出てます。で、今日はカエル色のコンバース。かわいいですね、緑のコンバース。これ、ポコちゃんですよ。皆さん、もう特徴結構つかめたんじゃないですか。緑でなんか肌ツヤ良くて、目がクリックリで。で、このね、鼻から目。肩にかけての黒いラインが結構太めにはっきり出てます。ポコちゃんです。プクにそっくり。プクはね、体ちっちゃかったですけどね、この顔大きくなりそう。さあ、2日に1回から3日に1回ぐらいね、夜ライブ配信でね、この子ガエルたちに餌やりのね、生配信もやってますので、もしよければぜひ見に来てください。よろしくお願いします。それではね、ご視聴ありがとうございました。